そうですね、優しかったりとか相手のことを思いやれたり優先できたりする人がね、いつか幸せになるって私はずっと思って生きてきたんですけれども、大人になるにつれて自分がちゃんと幸せになるために行動している人から順に幸せになるよなっていうのを体感しております。悔しいんですけど、皆さんだから自分の幸せのためにちゃんと自分で進んでいきましょうっていう曲です。グッバイ少女。